内藤証券投資調査部の高橋です。7110マーケットトゥデイをお送りいたします。本日お伝えすることですけれども、相場概況と株価の位置、個別の銘柄といたしまして、3276の日本管理センターですね、こちらを紹介したいと思います。本日の日経平均株価ですけれども、2620円と前日比84円安となっております。米中貿易ですね、こちらの方が発動するといったところで、上値の重い展開となっております。先週までのこの2万7000円ですね、こちらをキープできるかというのが今週のポイントかと思います。PR の方は 11.7 倍、こちらドル円の方は106円の20銭台というふうになっております。こちら本日の市場別規模別になります。日経平均の方はマイナスの 0.41% の下落、対しまして本日はマザーズですね、こちらプラスの 0.56 というふうにプラスとなっております。直近調子の良かったリートなんですけれども、本日プラスとなっておりますのはリートの住宅というふうになっています。こちら業種別となります。業種別、本日上昇産業種はこちら海運、非鉄、金融といったところになっております。で、4業種目までがプラスでして、残りがマイナスです。で、こちら下げ幅大きかったのが山の工業、陸運、水産というふうな状況になりました。こちらいつものように日経平均株価の位置ですね、こちら見たいと思います。先週末ですけれども、先ほど言いました PR の方は 11.7 倍です。 PBR の方は 1.03 倍、 PBR の1倍水準ですね、 BPS は20,101円となっております。みなしの EPS は1764円といったところで、こちら8月入りまして決算、1級決算ありました。若干ここ下がってきておりまして、軟調な状況になっております。こちらトピックスになります。トピックスの方は PR の方は 13.3 倍、 PBR は 1.12 倍というふうになっております。で、こちらもですね、みなしの EPS ですけれども、こちら、本決算で一度上がりましたけれども横ばいが続きまして、こちら、やや下がってそのまま横ばいというふうな状況になっています。いくつか指標を見たいと思います。まずは騰落レシオになります。こちら先週末ですけど 82.8 というふうになっております。特にこちら落ち着いた状況かと思います。こちらはボラティリティインデックスになります。日経平均の方は 18.10、 S&P の方も18倍台ですね、 18.98 ポイントというふうになっております。こちら 20% 以上からですね、日経警戒、S&P も20を超えると警戒といったところで、やはりここ最近ですね、警戒域に近づく、やや出るといったような状況が続いています。こちらソックス指数みたいと思います。これは15年の1月の2日からですけれども、やや長いスパンで見ております。こちら最高値を取っております。で、こちら18年ですね、19年入りましてから下がった後、堅調に、上がって一旦下がっておりますけれども、いわゆる数勢としましては上昇の基調というふうになっています。こちらは WTI ですね。 WTI の方も近いこの19年の1月以降で見ますと上がって下がって横ばいという感じですけれども、こちらも15年から見ていただきますと、このように16年、17年、18年の夏ぐらいまで上昇基調にありました。で、今の決算ですね、ちょうどこの1年前この上昇しているところにあったことになりますので、いわゆる石油関連ですね、こちら業績あまり良くありません。そういったこともありまして、今これ横ばい圏ですけれども、この1年スパンですね見ると少し厳しいような状況が続いております。こちら海外投資家動向になります。8月の3週ですけれども、わずかですけれども572億円の買い越し、現物は売り越しでしたけれども先物が買い越しというふうな状況でした。で、こちら個人投資家になりますけど、個人投資家の方は売り越しというふうになっております。現物、先物ともにですね、売り越しというふうになりました。こちらは業種別ですね、見たいと思います。こちらの起点の方は18年の12月28日からとなっておりまして、今年ですね、今年からというふうな状況になっております。トピックスの方はプラスの 1.19% というふうになっております。で、見ていただきますと、こちら情報通信ですとか精密ですね、変わらず強い状況、堅調な状況になっております。石油、先ほど言いましたけれども1年前から見ますと大きく価格が下落しておりまして、厳しい状況というふうになっています。
こちらは4月の26日、今年はおおよそそのゴールデンウィーク前とその後で傾向が変わってきております。それでゴールデンウィークの始まりのところを起点としましてそこから見ております。このように見ますとトピックスなんですけれども、こちらはマイナスの 6.6% となっておりまして、プラスなのは不動産と情報通信ですね。先ほど1月以降から見ていただきましても情報通信はプラスでした。で、不動産の方はマイナスでしたけれども、このゴールデンウィーク後です以降ですね、比較的堅調に来ております。基本的にやっぱり内需系のですね、情報通信、こういったところが先行しやすいというふうな状況かと思います。こちらは週間ごとの新高値を見ております。先週ですけれども1週間で新高値を取った銘柄、その中で時価総額順に並べてあります。こちら8月26から30ですけれども、NTT ドコモ、オリエンタルランド、スバルというふうになっておりまして、このドコモは2週連続ですし、オリエンタルランドですね、オリエンタルランドも最近よくこう3週連続出ております、4週ですね出ております。非常にその強い銘柄は強いといった状況、しかも内需系といったところですね、ニトリですとか NRI、 こういったところが目立っております。それでは最後に銘柄の紹介をしたいと思います。本日は3276の日本管理センターですね、こちらの紹介をしたいと思います。まずこちらバリエーションになりますけれども、 PR の方は 15.8 倍、この日本管理センター不動産に属しておりまして、不動産平均が13倍ぐらいです。やや評価されておるというふうな状況。ただ株価の方ですね、本日も新高値を取っておりまして、非常に堅調な状況になっております。こちらどのような会社かといいますと、最近何かと話題になりますサブリースですね、サブリースの会社になります。ただ大手のサブリースと違いますのは賃貸経営ですね、賃貸経営をしておりまして借り上げ、そしてこちら一般入居者にサブリースをするという形です。基本的に大手はまず建物を建てて、それから入居者を募集するというふうに建てる方から始まっております。ただこの日本管理センターなんですけれども、賃貸借りていわゆるグループ会社で作ったりしております、建設したりしますので市場環境に非常に適応しております。ここが大きく他のサブリースとは違うところになります。でこちら全国展開をしとるといった点、もう一つはパートナーですね、このリフォームですとか建築管理、こういったところ全国1400社ですね、このグループで緩いつながりのグループで運営をしておるというふうになります。でこの市場環境なんですけれども、こちら賃貸の住宅マーケット、こちら戸数ですけれども約2200万戸数あります。でこちら賃料なんですけれども15兆円という非常に大きい市場になっています。でさらになんですけれども、この住宅というのはこの先なかなか厳しいかなと思われると思いますが、2000年の総世帯数が4600万世帯でした。30年になりますと高齢化ですとか核家族、こういったことがありまして、むしろ世帯数は増加するというふうになっております。また業界全体としましてはサブリース逆風がありますけれども、この建てるではなくその賃貸ですね、賃貸でしかも全国展開をしているといったことがありますので、むしろ追い風になっておるというふうな状況にあります。でこちら、期末の管理戸数と純増数などですけれども、計画の方、期末の管理8万純増数5000を計画しておりました。それが上期を終わった時点ですでに 98.8% まで来ております。純増数の方も約8割とおおむね堅調ですが、かなり堅調です。でこの新しいところ、新しい戸数なんですけれども、おおむね3ヶ月ね、新築は3ヶ月、なかなか厳しくても6ヶ月ぐらいで完了しますので、下期以降業績貢献するという流れになります。で売上なんですけれども、今期は営業減益を見ておりますが、これは前期ですね、その他収入24億円ありました、不動産の売却ですね、これがなくて今期は 3.9 億円、このような状況ですので、いわゆる本業ですね、特に問題があるというわけではありません。実績の方も計画の方を上回るというふうな状況になっております。ですのでこちら今後外部環境も良いですし、業績の方も堅調です。面白い銘柄かと思いますので注目していきたいと思います。以上7110マーケットトゥデイをお送りいたしました。